今日午前、新千歳空港近くの道道でタクシーがワゴン車に追突し、観光客6人が病院に運ばれました。このうち2人は10歳に満たない男の子でした。今日午前10時半ごろ、千歳市平和の道道でレンタカーのワゴン車にタクシーが追突しました。この事故でワゴン車に乗っていた道外からの観光客6人が首や腰の痛みを訴えて病院に運ばれました。このうち2人は10歳に満たない男の子でした。またタクシーに乗客はいませんでした。警察によりますと、現場は片側2車線の見通しの良い直線道路で、前を走るワゴン車が赤信号になって減速したところ、タクシーが追突したということです。警察が詳しい原因を調べています。